の前が民家というかお墓なんだから。何だよ。あーいしょ。行ってこいよ。トンネルだけは。トンネルっていうかあれですよ。家の前まで行って終わりですよ。トンネルまで行かないよ。行かないよっていうか多分行けないよ。冷感オンにしなくていいから、とりあえずなんていうの、解説役に欲しいからついてきて。恥ずかしいな、なんか。はい、やってきました。なんだっけ、ここ沢山トンネル。逆光があれだな。沢山トンネル。ここは唯一かっちゃんが来るのを嫌がった心霊スポットでございます。っていうのも沢山トンネルとは言いつつ、トンネルの方は別に大したことなくって、そのトンネルに入る前に草むらがわちゃーとあって、そのわちゃーとある草むらの前の家がやばいと。で、その沢山トンネルも今は旧トンネルになってて使われてなくって、新トンネルの方があるんだけど、その新トンネルの方の、なんだ?歩道。歩道?新トンネルの脇の歩道の方が、やばいと。階段の方が圧倒的にショートカットだったはずですけど。は?階段の方が圧倒的にショートカットだったはずですけど。足上げるのがめんどくせえもん。改めて見るとこのお城ちっちゃいですな。改めて見るとこのお城不気味だよ。起きる。沢山歩道トンネル。さあ、僕は一番本当嫌いなトンネルなんですよね。もうこの空気がすごい冷たい空気が。説得に1年かかったよ。本当だよね。何遍も何遍も来よう来ようって言ってるのに。来ようけ。はい、ここが新しい、でもトンネルだよね。1994年ってある。その不気味さは具体的にどんな感じなんですか。なんちゅっていいのかな、普通のトンネルとは違う重みを感じてるってやつ。幽霊なんか朝だろうが夜だろうが、なんかその誰かにつけられてるような感覚のトンネルだと思う。ああ、常に背後になんか人がいるよなっていう。気持ち悪いね、ここ。普通に今も歩道で使われてる感じの、ちゃんとした歴史としたトンネルなんだけどね。霊感強い人は気づく。独特だね、昼間だと思えんような感じしない？なんか。まあ、なんかトンネルの中入った瞬間、なんかあれだな、時間感覚消えたな。いやだな、なんでこんなとこ行こんなんだよ。, 笑うわ。心霊スポットで散々なんていうの、えぐいとこいっぱい来てるのに、人が立ち入っちゃいけない禁足地を覗いたら、うん、やっぱ起きるはきついっすか。
家前だ、前だけで十分でしょ、トンネルだって。何言ったんよ、十分行きたいんだろ。俺絶対行きたくねえもん、あの家の近く行くのも嫌やもん。そう、だからあの家の近寄れる範囲まで近寄って終了ですよ。バカ野郎。せっかくからあと5分行きゃ行けるぞ。結構あるよね、このなんかこの街のこと貼っとくようなこういう場所に何も貼ってない時点でここのトンネルがいかに使われてないか。そうそう、なんか街の暮らしみたいな、そういうなんかさ紙貼っつけてあるやつじゃないの、あれって。ここに今霊感がすごい感じるんだけどさ、うん、ちょうど中央だ、125、125になってるから。嘘、これ125、125ちょうど真ん中あたりですな。この辺が、この辺、この向こう側だ。誰かいますか？返事されても困る。いや、後ろがついてきてるぞ。もう開ける。誰ですか、ついてきてるのは。やっぱりトンネルの中央が、いや、中央に陣取ってる。横だと思うんだよ、ここだと思う。だいぶ、多分ここの辺やと思うね、向こう側へ。やっぱりあの家なんだな、一番のなんていうのスポットは。家はもうちょっと向こうだけど。おー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 。じゃあやっぱりトンネル、やろな、このトンネルは。ピンとかぼけてる。このトンネルよ、ピンとかぼけるね。ぼける？うん、いるだろ、これで、これで多分。この雰囲気がなぁ、すごいんだよな。まあ、いいけど。さあ、ここからどうする？ U ターンだ。マジか。500メートルあるか、ちょっとなるよ。そうだよ。多分ノーカットでお送りしてもそんななんていうの長いトンネルじゃないからね、 500m だし。ちゃんとなんかそれっぽいのも語ってあったりするんですけどね。うわ疲れた。霊感なのか、だから単純な疲れなのか。疲労です。メイク行ってこや、大体この辺であるで。ついてくる気はないのですか？ない。視聴者の皆さん、かっちゃんを説得してくださいって。絶対ねえよ。視聴者に言われたら来るでしょう。いや、何もないトンネルを見ても意味ないもん。他の動画でトンネル自体に何もないのは確認済みだからね。このトンネルが一番すげえと思ってるのかな。ああ、やっぱ真ん中か。やっぱりここからが真ん中か。真ん中だな。125m、125m だな。そうや。体力の問題じゃないよ。単純に強い霊感に当てられているわけですか。そうだな。いやいや、お前来たくねえんだよ、俺ここ。この無言の威圧感っていうのが一番きついよ、俺と。ああ。
両方ないと本当にあの変なシフトをこっちの家側がすげえこのその板挟みに置くこの心境やって。あのお城はお城で中に入れたらじゃあなんかやばいの取れそうってこと？取れる、絶対取れるで入りたい。まあ俺はただの趣味やからさっていうかあんたの趣味に付き合っとるような感覚でおるんだけどさ。昔の心霊スポットに旅行に行きたいなんて言ったこと一回も言った覚えないぞ。俺もねえわ。なんで俺だけこの重い空気の中に通り過ぎて重い辛い思いしながらおめえを歩いとると思っとるんだけど、まったく。さあラスボスですよ。うわこれやだな。動画欲しいもんマガマガしいもん感じたりするんだ。ジェットコースターで3周回ったような気分になるんやつ。ゲロ吐き済みなんだよな、それ。ああ行けよ、はよ。新人をどうぞって。やだ、おめえ。じゃあカメラ持って。なんでや。さて、沢山トンネル。うん、説明しながら行けよ。もうダメだ。ああ、もう見えた。俺の目には見えた。ここの民家がやばいんですよ。木を生い茂ってて、なんも見えない。入れねえ。草分けの存在になれ。これはひどい。ここはここで踏み込まないとダメだな。ひっつき虫、俺みひっつき虫いっぱいくっつけて。くっついた？うん。洗濯するのもめんどくさいんですけど、俺。帰る？行けよ、はよ。うわぁ、よいくな、本当に。でも霊感的にそんなにやばい？行きたくねぇ。なんていうかさ、あの市街の森だったり処刑場だったりきついとこ行ってるのに慣れないもんだね。もう看板見えるぞ。うん、行けよ、はよ。ビビっとるんだろう、虫に。俺この獣臭さが嫌いだよ。さて、あさって。相変わらず2階がやばい感じ。ここはカメラを向け。めんどくせえぞ俺。でも家自体はそんななんか古いわけでもないんだかな。じゃあ行きやまいっす。マジでこれ行くの？来てんだろ。俺ここまででいい。行けよ。あうわ、地面の状態もよろしくないな。コンクリだけど穴ぼこだ。ふう、広い場所に出た。でも獣道レベルだけど、なんていうかちゃんと道分けてあるんだよな。まだおったんか。まだおったんか。あなた待ってんですけど。あ、そうなの、うん、俺マットランでもいいや、別にトンネルに興味ないもん俺。なんか取れたか、終わりましたか。ないよ。なんでよかったこれなぁ。なんか建物らしきものはあるけど痛いなぁ。でも分かった、これ夜来れねえわ。
あ、あった。わあ、ガムシ。あだだだだだだ。あった。車の方に興味があった。なんて車かわかる？知らん。車見てわかるんじゃないの、あなた。興味ない。車の名前ない。こんなに来るために俺らそういう車に。まあこのトンネルはね、もう入れないから。オープンだけどギャス。オープンだけど下が水で浸水しちゃってて。ああ、しまった。ヘッドライトだけでも持ってくるべきだったな。コウモリかな、飛んでるの。ドーン！びっくりした。いい。これ見ろ、コウモリがビビっとるがや。俺のこと驚かすのはいいけど、画角に映ってないから、ね、絶対に。面白いね。シャッター取れねえし、真っ暗やし。取れへん。うるせえな。結構近くまで来たね今。なんもないけど。まあこのトンネルは大したことないということで。ここに来たい理由の一つとして、お昼のうちに大したことね、大したことねって言ってたら夜来なくて済むやん。オーブは取れるね。余計なこと言うんでないって。はい、皆さん、森くんが来たい来たいって言ってた。俺が見たいのお城とあの家だけど。俺もね、興味ないもんさ、ここ。さあ帰りましょう。さあ帰るべ。このくちょくちょがいいや、くちょくちょね。経費に落ちる。沼に落ちろ。高い。おいくら？いいの使ってんな。痛っ。頭打った。うっそ。痛っ。あれ、俺全然当たらんかったな。痛っ。あれ、俺いい感じに振れてたのか。じゃあはい、というわけで沢山トンネル終わりました。Complete。 多分夜晩はもう来ません。しんどいです。いやいや、俺なんていうかさ、チェーンソーかなんか持ってきて13日の金曜日。